政権の5年間で行われたことを思い出してください。特定秘密保護法の強行採決、集団的自衛権の行使容認の閣議決定、私たちが戦争法と呼んで反対してきた安全保障関連法、強行罪、他にも原発の再稼働も次々と進めているし、内閣人事局を創設して官僚の人事権を握り、最高裁判事の人事にまでも介入が疑われています。国会で野党の質問時間も削減してしまいました。建設的な議論だとか、国民に対して丁寧に説明するだとか、謙虚に真摯に十分な審議時間をとって徹底的に議論するとか言っておきながら、実際には国会で野党の質問者に対して小馬鹿にしたような態度をとって、ヤジを飛ばして答えをはぐらかして、的外れな答弁で長々と時間を浪費する、丁寧な説明はしないし、徹底的な議論からは逃げてばかり、挙句の果てに官僚を使って虚偽隠蔽改ざんです。許しません。野党の議員だって国民が選んだ議員なんです。この議員からの質問は国民からの質問じゃないですか。まともに答える気もないくせに、しっかり丁寧に説明するとか真摯に受け止めるとか大嘘だけはつく総理大臣、みっともなくて見てる方が恥ずかしいわ。個人の権利、個人の権利、個人の権利、分かってないかと、うん、そこはまさにそういうもっと大きなものを守るために個人の権利を抑えて今はこうですよっていう、だそういう意味での憲法にそういう精神も規定もないから余計弱いんです。確かに今回私は交付すべきだと、うん、でも憲法にそういう緊急事態条項とかあればもっと多分の経緯に緊急事態を法律に基づいても発令できたのかもしれない。みな18歳で国防の義務ということとセットになっています。そうでしょうと、つまり、この国を守る義務があるから主権者の、としてのですね、権利行使、最大の権利行使であるこの選挙権、投票権を持っていると、まあ、こういうことになっている。それを翻って国内に当てはめてみますとですね、まず問題は、その国防の義務というものがですね、日本の中であるのかと。でこれは憲法には全くそういうこと書いてませんけれども、まあ、書いてあろうがなかろうが当然、この日本人が主権者とするなら主権者が国防の義務がないなんてありえないわけで、まあ、とにかくそういうことが明文規定としては書いてないというのはかなり私は問題だと思います。新しい協力の方には目標を、協力の目標を正しく書き込みます。例えばその中には愛国心を書き込みます。学校においてそのために命を懸けてやったのかバカだと勉強を教える先生たちがおりました。例えば昨年の東日本大震災において屋根山林の女性職員は一人でも多くの住民を避難させようと最後までマイクを握って津波に飲まれた。彼女が教えてくれたことは損得を超える価値があるということなんです。損得を超える価値とはそれは限られない祖国を守るためなんです。愚か者だけど愚か者で終わらない。